ファンカコウ72列死後、高カコウ期には新末に、公州で発生した高校が指導する、半身武装放棄。放棄した旧暦日ちなみ3.29公衆期にとも、称される。中国同盟改正率以降最大の放棄で、華教と日本留学生を中核としたものであった。1九百十年十一月十三日、孫文は、マレー半島のペナン島にて、朝鮮、高校、 公官民、東卓女等を招集し中国同盟会の基本方針を決定する会議を招集。同盟会勢力を集結し、公衆で半信武装を決起することを決定した。1911年1月、高校朝鮮、公官民は香港で反乱統括機関である東中部を設立。同時に人員を公衆近郊の各地に派遣し、各地の勢力と連携し、 甲州に38の秘密機関を設置。新重内情を偵察するとともに、武器弾薬を確保し武装放棄の準備を進めた。元来は4月13日に一斉放棄の計画であったが、同盟会員の音声が8日に単独行動を起こし、甲州将軍、誠を殺害。また暮れ鏡が輸送する弾薬が新重に押収されたことより、武装放棄期日の見直しが迫られた。 1911年4月23日、武装放棄集団は、両高総督署付近の古紙花会省、東映5号に総本部を設置。長越を総司令官に、高校を副司令官に任命した。当初、重祖寺から甲州を攻めることになっていたが、四祖寺からの攻撃に計画が縮小された。しかし、二祖寺は武器購入の間に縄文を占められるという失策を犯し、 四祖寺は計画変更を時期の変更と誤解し、三祖寺の地位形名は動かず、結局動いたのは一路の高校のみであった。4月27日午後5時30分、高校は800名の決死隊を4方面に分け、両校総督画門、小北門、準慶教練所及び神南大門への攻撃を開始した。朝生と高校の二人は自ら先頭に立ち、 両校総督我門を突破したものの、両校総督、長なる木はすでに兵を乗り越え脱出していた。また、新軍の抵抗に遭遇し、後校は右手を負傷し、指を二つ失っていたが、河南省の女性革命家、女装官の家にかくまわれ、傷の手当てを受けた。武装放棄失敗後、同盟会会員の反登る日により、放棄軍側の戦死者72名の遺体を引き取り、後に、 紅れな加工に埋葬した。1932年の調査により、放棄軍の戦死者は86名とされたが、半透る日の埋葬時の故障が定着し、高加口72列車と称されている。この、帰加工期儀を記念し、中華、ありがとうございます。